私はですね、広島市ではなくて、広島県の呉市といって、広島市からだいたい40キロくらい離れたところにある、町ですね。かつては日本海軍の、根拠地の一つでありました。いわゆる軍事都市だったんですね。私の、家族はそういう関係ではなかったんですが、そういう雰囲気の中で、その町が発展していって、私は戦後生まれ、1950年生まれですから、戦後生まれなので、その名残をいくつか感じたことがあります。呉の町はですね、日本が戦争に負けた後で、連合軍の中のオーストラリア、ニュージーランドなど、イギリス連邦軍の、基地ができるんですね。だから私の幼稚園の頃に、そのイギリス連邦軍の、兵士をが我が家に来たりとか、ちょっとびっくりしたこともありますが、そんな感じですね。そして私の父親はですね、1945年の8月6日、広島に原爆が投下されて爆発した。その広島の爆心地の比較的近いところに姉が嫁いでいましたから、お姉さんで嫁いでいたので、8月7日にそのお姉さんを探しに、私の父親が広島の中心部に入ったですね。だからその後、被爆者としての、証明書、被爆者手帳をもらうことになりますけど、長い間、私が大学生の頃にやっと手帳を取ったっていう状況ですね。なる今ほどはですね。被爆者団体のグループの中の被爆2世のグループの中で、いろんな、勉強したり、伝えたりだけど、だから最初から被爆2世という意識はなかったんですよね。そうなんです私ね。は小学校5年生の時に初めて平和記念資料館、俗に原爆資料館というところに行きます。本そ当れですか。は私の姉、私の父親の妹、おばさんですけども、彼女は広島で被爆をしていて、膝の中にガラスの破片がまだ入っていましたから、時々こう触ってごらんとか言って、そのおばさんがね、そのおばさんが、もう5年生だからちょっと原爆資料館に連れてってあげようということで初めて行ったんですが、本当に私はその時はですね、もう気分が悪くなってというか、怖くて途中でもう出てしまいましたね。だからそれ以来そんなに原爆のことはあんまり触れることもなかったし、何かという感じでもなかったんですね。私は大学は教育学部には進んだんですが、本当は学校の先生になる気はなかったんです。恥ずかしい話、私は先生なんか容姿向いてない、とてもそんなできないと思ってました。で、私がやりたかったのは、地理学の研究をしたかった、研究者になりたかったんですね。でも私が大学時代に勉強をサボりまして、大学院の試験を落第したんですね。で、落第してどうしようかという思っている時に、大学の先生が、ある高等学校、女子だけの高等学校ですが、そこにちょっと紹介して、いただいて、そこで初めて先生として教壇に立つことになります。もう全く何もかにも初めてで、そして本当に先生、私のようなもの先生になっていいのかなという思いの中で、やってきましたけど、そこの学校の生徒たちって結構生活面でも社会面でも厳しい環境に置かれている生徒が割とたくさんいて、私の人生の中ではそういう経験がない、そういうある面恵まれてきた環境で育っていたから、そういう生徒たちが本当につらい思いをしているというのをそこで初めて勉強して、
私の歩んできた世界って狭かったんだな、こんな子供たちがいるのか、でそういうところからだん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 そういう子供たちに対して何ができるんだろうかというところから、だんだん先生にだんだんこうなってきたとかな、その育ててもらったという面がありますね。本当に、まあ、その学校は本当にある面こう秩序を嫌いな生徒もたくさんいて、だからなかなか授業が普通通りにできないこともありましたけど、それでもいろいろ声をかけてくれたりとか、まあ、そういうふうな学校が一番最初に私が先生として勤務した学校です。私が、はい、東東団子精神中高等学校に就職してしばらくしていた 2,3 年だったかな。私の学校は戦後の学校だからね、原爆の体験はないんですよね。学校として学校として原爆を浴びているとかないんですね。で、広島にはいろんな学校があって、原爆を学校が受けたという学校もいくつかあって、そういう学校はもう早くから平和教育をしていましたよね。当然その学校の先輩たちが原爆で亡くなっているわけですから、後輩たちが、そのことを学んでというふうな平和教育、そして実際に原爆にあった先生方がその後輩たちに、また生徒たちに教えるとかね、まあ、そういう状況が広島で、ありました。でも私の学校にはその戦後の生まれの学校だから、そういう歴史的なことはないんですよね、その被爆に対してはね。でも原爆を体験された先生が何人かいらっしゃいましたし、自分は原爆に遭わなかったけども、たまたま自分は遭わなかったけど自分の後輩たちが原爆でたくさん亡くなった、自分の知ってる先生方も原爆で亡くなったという先生はいらしたんですね。でそういう先生たちは個々に授業の中で少しその話をされていたようなんですけども、いわゆる系統立てというかカリキュラム的には全然まだなかったんです。でそういう時に例えばですね、広島で、高校生たちが中心になって原爆ドームの前にある河原、元安川の川底に原爆で、原爆による熱で溶けた屋根の瓦がたくさんあると、高校生たちがたくさんこう 川底から拾い上げて、それを皆さんに伝えようという、その生徒たちも当然原爆の体験はないわけですけど、そういう行動をして活動をして学ぼうと、原爆はどんなに悲惨なものだったかという活動も行われていた時代、他にもいろんな活動があったので、私の学校の中でも私の学校にちゃんとした平和教育のカリキュラム、そういうものを作るべきではないかという声が少しずつ上がってきたんですね。でそんな時に私が、まあ、社会科という教科も関係もあって、カリキュラム作りをこう任されたというか、頼まれたというかという状況で、私がそれまでそれほど原爆の問題とか平和な活動って関心があるわけではなかったんだけど、そういうきっかけが一つあったので、それから私がいろいろまた自分なりに学んでいくことになりました。なるほど。まあ中学1年生はちょっとまず身近な広島から入って、まあ私はキリスト教の信者ではないけども、キリスト教の学校だからやっぱりキリスト教とのつながりをと思って、まあ例えば中学1年生の時には、上り町教会平和記念聖堂、そこを見学するから、それにつなげてとかいう話になっていって、で2年生に沖縄のことも学んで、それからあと何年か後経って別の先生からの提案があって、大久野島、広島県の竹原
多田の海の方にある奥の島って、これは毒ガスを作っていたんですね。秘密で。秘密で毒ガスを作っていた、そこにフィールドワークで行ってみようという話も出て、それも組み込まれて、そして中学3年生の時には被差別部落の問題、が最初取り組んでいたけど、後でまあその日本と朝鮮半島の歴史を踏まえながら、あの今の日本にいる朝鮮半島にルーツを持つ人たち、どう理解し合って付き合っていくかと、そういうことを学んでいく。それから高校1年生はそれにさらに発展し、高校2年生でもですね、あのこれもいろんな編成があるんだけど、高校2年生の時には例えば中学生でもですね、障害者の人たちとの交流をプログラムに入れたりというふうに、いろんなものを入れながら、これまあ私がその平和教育のカリキュラムを作ることを任された前に、あの私の学校では結構キリスト教の学校ですから、奉仕活動というのは結構やっていて、そういう委員会もあります。でその奉仕活動の委員会に私あの関わることになって、そして奉仕活動からさらにボランティア活動って幅広くもっといろんなことをやるという、そういうこともあって、障害を持っている人を招いたりとか、そんなも全部セットでいろいろ入れていって、そして高校3年生はいよいよ6年間の最後で、私たちの学校は女子の学校ですね。生徒たちみんなこれから社会に出ていくときに、女性として、いろんな場面で頑張っていくと、生活していくことになるから、やっぱり日本の社会、まあ世界でもいろんな状況がありますけど、女性の、地位でこうちょっと男性よりも低くされているような状況がいろいろあると、そういうこともちゃんと学んで、どうしてそういうこれまでの学んだあの平和の問題、人権差別の問題、それをこう自分のことにつなげて考えてほしいな、うん、でそういうふうないろんな、まあ、いろんな経過があって、そういう大体こう6年間そんな形になって、当然変遷はあるんですけど、なるほど、それがまあ私がいた時代に大体できたようなことですね。当然ながら原点、一番身近なところにあるのは広島の原爆被害なんですが、それだけではなくて、別の場所で例えば沖縄ということで、本当にこれはあの沖縄の住民の人たちが本当にあの巻き添いになっている、日本の国全体に犠牲になって辛い思いをしていくという、戦争の一つの姿も見なければいけないということもあった。そして私はあの一番最初に勤務した学校で、その中には、在日コリアン、朝鮮半島にルーツを持つ生たちも何人かいて、当然、名前を隠していたり自分の本当の姿を隠していたり、そういう生徒もいたし、だからそういうその問題も当然今自分の勤めている学校の中にも同じような生徒がいるわけで、そのことも踏まえて考えないといけない。でそういう形でみんなにいろんなこう視点で考えていってほしいなということで、いわゆる平和教育といっても、まあ広島に落とされた原爆の被災被害、そういうことを学ぶというのが、まあ、あの広島での平和教育の一般的なところなんですけども、まあ、それだけではなくて、あの6年間の中でそれまで取り組んでいた、まあ、一つは、童話教育という分野があるんですね。これもあの当時は、全国でこの童話教育ということを取り組もうという、これは法律的な面もありましたから、それが行われていました。まあ、ものすごく簡単に言うと、その日本の長い歴史の中でこう生み出されてきた、いわゆる出自、生まれによる差別
を受ける人たち、これは、被差別部落というふうな表現、いろんな表現があるんですけども、その被差別部落の人たちが、当然子どもたちも学校に来ていると、その子ども学校に来た子どもたちがいろんなところで辛い思いをしている、差別を受けていると、それをなんとかしなくてはっていう、もう全国の先生たちが頑張ってきた。で、当然私の学校にもですね、その同じ課題があったから、そういうことについての学習を生徒たちと一緒にやりましょうというのもありました。まあカリキュラム作る中でいろんな背景があるわけですけども、まあ、今言われた沖縄が入っているのはなぜかということですよね。沖縄は、中学校の最初は2年生で入れましたけ ど、 なるほど、これはですね、ちょっと個人的な思いが非常に強く入ってて私は大学の時代に大学院の先輩に連れて沖縄に初めて行きました。で、それは沖縄の村落、村の研究だったんですが、そこで初めて私は沖縄の戦争というのが本当に悲惨なものだった、そのことを学ぶ、それまで全然知らなかったんですが、やっぱり実際に行って学ぶことになるんですね。だから私が初めて沖縄に行った時はパスポートできましたね。アメリカと近でしたから、返還前の、返還前ですからね、パスポートができました。そして沖縄の大学生たちとも交流をしたんですよね。そしてその中でも、その私は沖縄の大学生たちに何かみんなの中に溶け込めないなとかいうようなことをちょっとみんなでこう食事の時に言ったりしたら、逆に沖縄の大学生たちがいわゆるこう本土という言い方をすることありますが、沖縄以外の日本にいる人たちが沖縄に対してどういう姿勢を持ってるか、本当にこう偏見を持って差別的な見方をしてるんじゃないかというようなことを逆に投げかけられて、すごいショックだったんですね。で、それからまあきっかけで沖縄のことを勉強して、だから私も専門が地理ですね。やっぱり地理の研究というか学習というか、これはやっぱり現場主義なんです。現場に行って五感で感じる、自分の体、思考、体験、いろいろ全部使って学んで、そしてそれを探求していくというところに、まあ醍醐味というか私は魅力を感じているわけですよね。だから沖縄に初めて行って全然知らなかった沖縄をもう肌で感じて、いっぱいその辛いこともあったし、感動することもあったし、こうやって現場に行って感じ考えることを大事にしていくこと、これはやっぱり長い人生の中でもやっぱりどうしても必要な、当然理論的にしっかり考えることも大事なんだけど、その現場行っての感覚を大事にするということはね、すごい意味があるなと思って、それは私も地理の授業の一番最初の時間にはその話を延々とするんですけどでもそれだけじゃ生徒は現場に行ってよく分かんないから、それでまあ地理の授業でも当然いろんなところに、これは例えば1年間の中で何回か私がフィールドワークの場を提供するからぜひ参加しなさい、でもだいたい1学年をして200人もいるからそんなに全部無理だけどね、でもそういうふうな場をたくさん作りました。広島でもですね、例えば広島の被爆建物を一緒に回ってみようよ、広島を回る中でここにこんなものが、原爆に関するものがこんなものが残ってるのかとかね、そういうことを感じてわーって生徒がちょっとびっくりするというか、そういう姿を見るのが私が大事なことしめしめです。これは中学1年生が平和学習をしていく時の資料のしおりという、ね、こうパンフレットなんですね。ここにいろいろ学んだことを書き込んでいくというね。
これ最初は私なんかで作ったんだけど、その後ね、あの例えば数学の先生がこのイラストとかね、いろいろ作り変えて、まあ、いろんな先生これ変わってで、数学の先生にとってはこれはまあ本来自分の教える教科ではないわけですね。だからいや、それは大事なことですねと思いながらも、そうは言っても数学の授業をしないといけないわけだから、だからやっぱりあの当然その先生たち本当にそれでもやってくださったというのはすごい私はね感謝してるんですよ。でもね、そういうことをやっぱり自分がもっと専門に近い自分がもっともっと勉強して、その専門ではない先生たちも分かるように一緒にできるようにとかね、そういうふうなことをねしないといけないと思いながらやってきたんですが、それはやっぱりその先生たちの努力もあるな。でね、あのこれはまあ生徒がこう書き込んでいくわけですよね、はい、でこれが終わった段階であのレポートを出させるわけですよね、うんうんうん、生徒にみんな今日何を勉強しましたか、どんなことを気づきました、考えましたかというレポートを出して、でそれを、担任の先生がまとめるわけです。でそれは彼の作業なんですよね、うん、大変な作業なんですよ。なるほど、うん、でそれをねやっぱりあのある面カリキュラムだから、さっき言ったあの専門外やる、例えば数学の先生でもそういう生徒のコメントを見て これはどうなのかとかいうのはね、なかなかどう評価していいかもわからない、まあ、そういう中を、まあ、先生たちで話し合ってやるんだけど、それはなかなか大変なことでね、でそういう作業をでもね、あの結構あの私がいた頃には時間を取ってやれてたんですね、やってたんですね。それでもやっぱり例えばあのだん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 そのですね、例えば大学受験とかことになるとね、そんな時間はもう取る時間はありませんみたいな、まあ生徒もそうだし先生方もそんな気持ちを持ったり、表にあまり出さなくてもそれよりは受験の勉強とかいう、うん、そういうのももちろんあるから、それももちろんあるね、いろんな難しさがあって、うん、でそれがだん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 やっぱ難しくなってきた。これはあの、私の学校がというよりもあの今の広島の平和教育なんですけど、よく言われるんですけど、今広島の平和教育と非常にあのこうどういうのかな、広がってるんじゃなくてしぼんでる感じがある。それは先生たちがものすごい忙しい、だからちゃんとあのマニュアルのあるようなものをもらってその通りにやって、はいじゃあもっと別のいっぱいいっぱいすることがあるからなってるんですね。それはあの平和教育、まあ、原爆のことにつながるけど、私があの精神で平和教育のカリキュラムを作ろうとした時に、まあ、キリスト教の信者の先生で被爆の体験を持っている先生がいらして、私は当然ながらその先生にお願いをして、あの自分の被爆の体験を多くの人に、ね、多くの生徒に伝えてくださいお願いしたら、その先生は断られたんですよね。だから被爆の体験なんかそんなに簡単に話せるものではありませんって言われて、私は被爆者じゃないですかね、当事者じゃない、当事者からそんなふうに言われてすごい私はまあショックで、あ自分の考えが足りなかった、本当にそういうその被爆者当事者のこう辛い思いをあまり深く考えずに、これはまあお願いしたら多分受けてくれたらというか軽い気持ち でそれがねやっぱり一つ原点だけど、でもねあの被爆者の人が辛い体験をされた、多くの方は語らない、でもそれは被爆者の人だけじゃなくて、あの在日コリアンの人生徒
差別学の生徒でも自分が差別を受けた辛い体験なんか本当はなかなか話をしたくない、でも何かその話を理解してくれる人、共感してくれる人がいれば少しずつ話をして、そしてこうつながっていく、あこの人には話をしても分かってもらえる、それはまた自分のこう勇気になるというかね、力になる、うん、自分がその当事者じゃなくても当事者の友達であったり仲間だったりするわけですよね、うんうんうん、じゃあ自分は当事者の場合もありますよね、うんうん、当事者としてどういうふうに仲間に伝えていくか、自分の思いを伝えていくか、逆にその当事者の友達なり仲間なりはその当事者にどういうふうにして、一緒にやっていこうと考えるのか、そういうのはね、童話教育の中で例えば被差別部落の生徒たちがみんなで集まってお互いにいろんなこう悩みを出し合いながら一緒にいろんな活動していこう、在日コリアの生徒がそういうふうにやっていこう、そういうのにその当事者じゃない生徒も一緒に入ってやっていこうとか、いろんな運動があったんですよね。それはちょっとなかなか簡単なことではないんだけど、でそんな取り組みでいくというとあって、何ができるかっていうよりはそういう被差別部落の人や朝鮮人の人、被爆者の人が辛い思いしているその責任はそうでない人たちにもあるわけ、そうじゃない人たちの方にあるわけね。そういうある面その苦しめている、いわゆる加害の面というのがある、加害の側にいる自分を忘れてはいけないと思って、それは平和教育で例えば原爆のことばっかり言ってたんじゃダメだとねっていうことで、まあ平和公園を生徒たちにね、フィールドワークで歩かすときに必ず韓国人原爆犠牲者慰霊碑って言って、朝鮮半島出身の人がたくさん原爆で犠牲になったりとかね、そういうとこをこう必ず見るようにと勉強するようにとかね、そういうとこにもつなげていったり、ちょっと今うまく言えませんが、そういうことも含めて考えてきたんです。それは平和という言葉自体がねすごく幅広くって、アメリカの支配するとする平和が平和だとかね、日本のいわゆる大東亜共栄圏みたいにな感じの平和で、それそういう中のそういう感じの平和って本当に人権が大切にされてないというかね、うん、ちょっと言葉が硬いけど難しいけど、うんうんうん、本当の平和じゃないとも思うんですよね。やっぱり平和っていうのはただ戦争がないとかじゃなくて、本当にしんどい思いしてる人たちがね、それがなくなるようにというか、そういう状態じゃないとね本当の平和と言われないんですけどね。だから平和教育も本当に幅広いし、人によって平和と使い方がねこう様々だから、それを具体的な事例でこういろいろ出し合ってみて考えるのが平和教育の大事なところかなと思って、ね、あなたの言う平和とは何ですかとっていうね、ということもありますよね。例えばですね、日本が朝鮮半島を植民地支配をしていた、その時に日本人の先生が朝鮮半島で朝鮮人の生徒たちを教える、ね、日本語を使いなさい、朝鮮の名前は捨てなさい、日本の名前にしなさい、でそういうふうな状況の中で日本から行った先生たちは一生懸命朝鮮の子どもたちに日本語を熱心に教えていく、それが使命だと思ってるからね。片方で朝鮮の言葉はどんどん忘れなさいと、あなたたちが今から生きていくためにはもう朝鮮の言葉捨てた方がいいよ、日本語を勉強しなさい。でもそういうことをされた先生たちが今だったら振り返って、自分のしたことは
自分の教育は本当は罪だったというかね。だけどその時は一生懸命こう熱意に燃えてしていたというこういう事例たくさんあるね、あって、それから日本が中国大陸にね満州国という国を作りますね。で満州国に、開拓民として若い子どもたちをね国の軍と政府が、連れて行けという。だから先生たちを一生懸命君たち満州に行って夢の国を作るんだと言ってね。でそれに生徒たちがそうかと思って行ったけど現実は全然違ってたと。だから教育ってすごい素晴らしい面残酷なところになるし大事なことですよね。で私ピースボートで世界に回ってた時に何かいろんな港、例えばアフリカでですねやっぱり学校の先生たちとちょっと交流があって、でもやっぱりそこでねすごい厳しい状況の中でも本当に子どもたちをしっかり見て、そう本当に子どもたちって何が一番大事なのか、その子どもたちに何が大事なのかをね一生懸命こうやってられる方がに何かあってねすごい感動したので、たくさんの困難があると思いますけどね、一緒にそういうことを交流できたらいいなと思っています。私は平和公園に来た生徒たちに子どもたちにいつもね鶴を折って原爆で犠牲になった佐々木サダコさんのことを思うことは大事だけどそれでおしまいにしないでねと、鶴を折るだけで平和は来ませんよというふうなことをねもっとみんな考えて行動してねというふうに言ってたり、フロイド・シモンという人がよく言ってた言葉で私もそうだなと思うのは平和は言うことではないという言葉を残してるんですよね。平和言うことは簡単です。でも言うだけでは平和は作れません。平和をどうやって作るのかということが実際に行動で何かしないとダメですというふうなメッセージをもらって私もできることをいろいろしていこうかなと思っているんですね。